色違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は早稲田大学国際教養学部国際教養学科4年の足立啓太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、足立さんは今どんな活動をされているんでしょうか。はい、僕は今サッカーをファンディングで応援するというウェブプラットフォームを今運営しております。足立さんが運営するマセンティック、 J リーグの試合予想をしてポイントを集め、そのポイントを使ってチームの一口スポンサーになれるウェブサービスです。なんかどちらが勝つか予想できて、うん、で倍率が書いてあると、はい、それをベットできて、そうすると、まあ、試合の勝敗予想ができると。でそれが当たったら、まあ、自分にポイントが返ってくるんですけど、そのポイントは換金はできなくて、はい、それがそのままクラブチームにスポンサーできますよってプラットフォームで、あー、でなんかどんどんスポンサーゲージみたいのがあって、それにどんどん貯めていくんですよ、クラウドファンディングみたいに。で貯まった時点で僕たちからお金をそのチームにお支払いするみたいな。まあ、今クラブチーム、サッカークラブってすごい経営なんで、そういうところに何か還元したいなっていうところがあって、それでまあ始めたっていうのもあって。日本では確かに聞かないですね。海外だとそのサッカーの試合の勝敗予想にかけることができて、あ、そうか、まあ、賭博なんですけど、まあ、それはお金をかけて戻ってくるってやつなんですけど、うん、まあ、それが結構やっぱ楽しくて。まあ、それ試合の勝敗予想自体がすごい楽しいなと思って、うん、まあ、それをなんか日本でもやりたいなと思った時に、でもお金じゃダメだからどうやってなんか絡めようかなと思った時に、あ、じゃあクラウドファンディングみたいにそのままかけたお金が、まあ、プラスにもマイナスにもなるかもしれないんですけど、それが投げ銭みたいにクラブ、うん、応援してるクラブチームにスポンサーとして投げれたらいいなみたいな感じで、うん、始めたのがきっかけです。まあ、好きなチームに、まあ、課金じゃないですけど、おっしゃる通りです、まあ、応援できるっていうのは確かにいいですよね、はいはい、夢は日本のプロサッカーを盛り上げる。その夢のルーツは、今って日本のプロサッカー選手って実は平均年収300万ぐらいなんですよ。うん、今僕も実はプロサッカー目指してたんですけど、はい、だから僕の友人とかも今バイトと掛け持ちをしながらやってる方って多くいますし、苦しんでる姿を見て、もう平均の引退年齢とかもすごい若い25歳とかなんですよ。でセカンドキャリアとかも結構きつくて、まあそういう姿を見てると、なんかそういう、僕もプロサッカー目指してたんで、そういうところに貢献したいなと思って、もうちょっとサッカーファンディングみたいなのを始めようと思ったっていう感じですね。今回の夢は日本のプロサッカーを盛り上げるでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー、理研テクノスがお送りしました。